漫画でっきょんな。どもども、中年ゲーマーよろさんです。さあそれでは今回もやっていきましょう。ビター&スイートバレンタイン、ロマンシングフェス、ソティ編、ざっくり性能チェックのコーナーでございます。今回のガチャの新スタイルはソティ、プルミエール、ライザさんの3名。てなわけでまずはじめにチェックしていきますのはソティ。知力が 135%、精神が 102% プラス14とかなり高め。他は素早さが 107%、魅力が 65% プラス14となっております。ソティのアビリティについて、味方全体の余ダメ特大アップに非ダメ大軽減。ターン開始時、味方生存者全員の HP 極小回復。さらに味方生存者全員にビタープレゼント1回を1ターンと5回上限でヒートアップ中を付与する科目なるあい。ビタープレゼント1回は攻撃命中時に自身以外の味方生存者全員に攻撃強化特大を2ターン付与の効果。バトル開始時、自身の BP4 回復。ターン開始時、自身の BP3 回復しダメージブロック1回を1ターン付与。バーティカルグリム発動後、自身にグリムコンボを1ターン付与する静かなる思い。グリムコンボは自身の BP2 回復し自身をカウント1のため状態にし、次のターンにバーティカルグリムで攻撃。バーティカルグリムは死威力残炎縦1列3回攻撃の闇術、余ダメ極大アップ、非ダメ特大軽減の攻防の戦技録。いるだけで味方全員の余ダメ特大アップに非ダメ大軽減。ターン開始時に5回までヒートアップ中付与でさらに火力アップ。ビタープレゼント1回を付与して攻撃命中時に1回。自身以外の味方に攻撃強化特大を2ターン付与。パーティー全体の火力底上げで活躍してくれますな。ソティのスキルについて、BP0 で使える威力残炎単体闇術のデスカット。こちらは攻撃命中時、自身の HP 極小回復のおまけ付き。BP8 で使える威力残炎単体闇術のドキドキスイーツメイク。こちらは味方生存者全員に腕力、体力、知力、精神バフ賞を付与。さらに防御強化中を2ターン付与のおまけ付き。BP14 で使える威力残炎縦1列3回攻撃闇術のバーティカルグリム。開幕 BP14 スタートでバーティカルグリムをぶっ破可能。次のターンはため技のバーティカルグリムを使用可能。で、その次のターンには BP が溜まってるのでまたバーティカルグリムを使用可能。ドキドキスイーツメイクでは味方生存者全員に腕力、体力、知力、精神バフを付与しつつ防御強化も付与可能。アビリティでは火力を、スキルでは耐久力を上げることができます。残炎の縦一列周回引率役やサポーター兼アタッカーとして仕事してくれそうです。スキルは炎属性を含みますのでインキャパでの活躍でも期待ですな。続きましてチェックしていきますのはプルミエール。今回再びオノスタイルとして登場でございます。体力が 114% プラス14、精神が 109% とかなり高め。他は魅力が 90% プラス14と高め。腕力は 105% と控えめですな。プルミエールのアビリティについて、非ダメ特大軽減。ターン開始時、自身に挑発中を4ターン、ダメージブロック1回、5回上限でオーバーエンハンス極大を付与。OB 攻撃発動後、味方生存者全員に防御強化中を2ターン付与し、ギリチョコドライブプラスで追撃するビターディフェンダー。ギリチョコドライブプラスは SS 威力残単体攻撃。攻撃命中時、対象に防御弱化中を2ターンと魅了付与のおまけ付き。ターン開始時、自身の BP に回復、味方生存者全員に攻撃強化大を1ターン、3回上限でオーバーエンハンス特大を付与、ターン終了時に味方生存者全員の OB ゲージを中アップさせるオーバーフィールド、余ダメ特大アップ、カウンターでの余ダメ超極大アップ、非ダメ特大軽減の反撃の戦技録、非ダメ軽減特大 ×2 で耐久力高め、挑発持ちでタンク役として仕事ができます。毎ターン開始時に攻撃強化大を味方生存者全員に付与でパーティー全体の余ダメアップ。さらに自身にオーバーエンハンス極大。味方生存者全員に特大をターン開始時に付与。OD 攻撃時の火力も底上げできます。ターン終了時に全体 OD ゲージ中アップもあるのでパーティー全員高頻度で OD 攻撃を使用することができます。OB 攻撃時には味方生存者全員に防御強化中付与で耐久力をアップ。
ギリチョコドライブプラスでの確定追撃で火力を出しつつ防御弱か不要で火力底上げでも貢献してくれます。プルミエールのスキルについて、BP1 で使える威力残忍単体攻撃の剣譜。こちらは自身の HP 極小回復とガードアップ小2ターン付与のおまけ付き。BP9 で使える自身ファスト補助技のキューティーハート。こちらは使用回数1回までの制限付き。自身を1ターン回避状態にしつつディフェンスアップ極大。甘い反撃を永続付与。ターン終了時 OD ゲージ満タンを1ターン付与の効果。甘い反撃はターン開始時に自身を防御カウンター状態にし、直接攻撃に対してフォーリンラブアクスで反撃の効果。BPQ で使える SSS 威力残単体攻撃のフォーリンラブアクス。こちらは味方生存者全員にターン終了時 OD ゲージ小アップを1ターン付与のおまけ付き、開幕にキューティーハートを使用して自身の耐久をモリモリにしつつ次のターンからカウンター運用が可能。カウンターすればするほどターン終了時に味方の OD ゲージをアップさせることができるので、ワンチャン毎ターン OD 攻撃をぶっ破することができますな。現登場メガリスドラゴン特攻スタイルといった感じですかね。カウンターが生きる高難度でも出番はありそうです。最後にチェックしていきますのはライザさん。腕力が 124% プラス14、素早さが 128% プラス14と高め。他は精神が 98% とこちらも高くなっております。ライザさんのアビリティについて、火ダメ極大軽減、開幕自身の BP10 回復、攻撃命中時、自身の HP 極小回復、BP1 回復、自身に打属性攻撃強化台を2ターン付与し自身の腕力と素早さをチューアップさせるバトルウェイトレス。ターン開始時、自身の腕力と素早さ特大アップ。自身に5回上限でヒートアップ特大を付与するハイブリッドボルテージ4。腕力素早さ。ターン開始時、自身にウィークヒートアップ超極大を上限4回で付与するウィークマキシマムボルテージ。開幕 BP20 スタート。耐久力はやや高め。ヒートアップ特大とウィークヒートアップ超極大で火力は高め。さらにターン開始時に腕力素早さ特大バフを自身に付与。攻撃命中時にも腕力素早さ中バフを自身に付与。さらに打属性攻撃強化台を自身に付与で火力はかなり高そうです。また攻撃命中時には HP 回復に BP 回復もできます。ライザさんのスキルについて、BP0 で使える D 威力打単体攻撃の浴びせ蹴り、BP6 で使える E 威力打単体攻撃の2連連機ラッシュ。こちらは連機ラッシュプラスが2回発動。自身の BP を2、4、6、8のランダム回復が2回発動のおまけ付き、BP17 で使える E 威力打単体攻撃のデコレートソニック。こちらは攻撃前、自身の腕力か素早さのいずれかにバフがかかっている場合、DSC フルコースを2ターン付与。どちらにもバフがかかってない場合はおかわり DSC を1ターン付与のおまけ付き、DSC フルコースは、攻撃後に VDSC で確定追撃。VDSC は A 威力打単体5回攻撃。攻撃するたび自身に攻撃強化賞1ターン付与のおまけ付き。おかわり DSC は、攻撃後に DSC で確定追撃。DSC は A 威力打単体3から5回攻撃。攻撃するたび自身に攻撃強化賞1ターン付与のおまけ付き。開幕デコレートソニックをぶっ破。以降は2連連機ラッシュと追撃で攻撃しつつデコレートソニックとループさせていく感じですな。ターン開始時に腕力素早さバフを自身に付与できますので、敵が先手で強化解除してこない限り DSC フルコースを付与することができるでしょう。バフがなかった場合でも DSC での追撃が発動するのもいいですな。打の単体アタッカーとして大活躍してくれそうな感じです。というのがこちらのガチャで実装されたスタイルの性能でございました。それではここからは今回のガチャの個人的な感想でございますが、こちらのガチャでの目玉スタイルはプルミエールですかね。斧の戦力が不足しているならば確保しておいて損はないスタイルですな。ソティアライザさんはいい性能してますが必須級というほどではなさそうですので、その辺を狙うのはお好みでといった感じかと思います。以上、ビター&スイートバレンタイン、ロマンシングフェス、ソティ編、新スタイルざっくり性能チェックのコーナーでございました。まああくまで私の個人的意見でございますので、適当に聞き流していただければこれ幸いでございます。
それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。では。